援しています。頑張りましょう。どうしたマスター、まだ飯の時間は先ではないか。それともちょうど昼寝時、竹の葉香るこの場所で御水でも楽しみに来たか。それなら節操も休むとしよう。菓子、菓子か。節操は酒もタバコもたしなまないが、甘いものは良いな。では遠慮なく受け取ろう。ほうほうほう、なるほど、これがチョコレートか。では一口。甘っ、うんうん、昨今の菓子とはこれほど甘いものか。果物の甘酸っぱさとはまた別の、さながら野立の一撃よ。しかしこれはこれでよい。繊細よし、極太よし。しかしこうなると礼をせねばなるまいな。だがありてえのお礼では面白くもなかろう。よし、マスターの現状を鑑みてそれにふさわしい贈り物を届けよう。ひとまずマスターも帰還し、しばし待たれよ。やあやあ、お待たせしたマスター。夕げの時間には少し早いが、腹具合はいかがかな。おう、ではちょうどよかった。まあ、まずは五郎次郎だ。そう、精進料理というやつだ。チョコレートは刺激的だ、胃にもたれるだろう。ならば胃に優しく、冬ともあって温まる精進料理を中心に作ってみた。うん、前週の天祖とまではいかないが、うまい飯は心の栄養。生前は一通り何でも作れるようにと積極的に学んでいたのだと胸を張って言いたかったが、いかんせん久しぶりなので腕は錆びていてな。いや、槍ばかり振るっていたせいで料理の腕は全盛期に程遠い状態だった。ともかく、それではマスターに馳走することもできぬ。そこで料理の得意なサーバントたちに教えを請い、微妙な味付けは手伝ってもらったのだ。おかげで他のサーバントたちが先に味わうことになったが、これが間違いなく一番うまいぞ。うむうむ、それでは手と手を合わせ。